はい、というわけでですね、皆さんこんにちは、浩平でございます。というわけでですね、今回はアマゾンからね、ちょっとでかいものが届きましたので、これはですね、ちょっと開けていきたいなと思います。はい、というわけでですね、本日はこちらを購入いたしました。入れ羽根というところの、B2 ポスターフレームですね。はい、こちらを購入いたしました。こちらね、本体価格、まあ、こちらに上限2600円と書いてあるんですけれども、Amazon ではですね、確か1600円とかそんぐらいで、販売されておりました。今回はですね、一応一つだけではなく、ね、もう一つ買ったんですけれども、これはですね、まあセカンドライブ用にちょっとね、まあ、取っとこうかなというふうに思って、一応2つ買いました。今回はですね、先日のね、ファーストライブの時に、ね、私もちょっと物販に結局並びまして、あ、ですね、これを買ったんですよ。はい、こちらライブポスターですね。はい、こちらのライブポスターを、やっぱりね、せっかくだからフレームに飾りたいなということで、今回買いました。それではですね、こちらのね、ポスター早速ね、フレームにも、早速入れちゃいたいと思います。はい、ですね、こちらのですね、にポスターを入れる方法というのは、このですね、ネジをですね、この一辺だけ、この一辺部分のフレームだけのネジをですね、外して、で、こうポスターをですね、スーって入れるような感じでやります。はい、そしてまた、ネジを締めるという、もう本当に単純作業でございますよね。はい、はい、ですね、ネジを外したら、こう上がですね、取れました。ほ、ですね、ここに、ポスターを入れていきます。はい、ということでですね、よいしょ。はい、このような感じで、フレームに入りました。こんな感じでございます。実にね、ちょっとね、縁ともいい色合いで、すごく気に入っております。そしてですね、もう後ろにね、はい、こんな感じでもう紐もつけましたので、これからですね、もう壁掛けも、行っていきたいなと思います。はい、ということでですね、付け終わりました。はい、ちょっと見ていただきましょうか。はい、よいしょ、こんな感じでございます。はい、ですね、君ここのタペストリーのこの隣に、このファーストライブの、ポスターをつけました。そしてね、じゃあちょっと見ていきますけれども、こちらにも結構ですね、詳しく、コメントが書かれていたりします。はい、赤ファーストライブステップ021と書かれていたり、そしてですね、こちらにはもっとやりましょうか、私たちのファーストライブに来てくれてありがとうだったりだとか、その他ですね、メンバーのいろんなメッセージが非常に細かく書かれていますね。よいしょ。はい、こんな感じでございます。そしてね、フレームもう一つね、買ったのは、おそらくね、時期出るであろう、セカンドライブのね、ポスターも隣にね、ご嬢の隣にね、貼るために、つけるためにね、買いました。時期ね、セカンドライブのポスターも見れると思うと楽しみでございます。はい、というわけでですね、今回は、こちらのですね、アクアファーストライブステップ021の、B2 ポスターをですね、まあね、このフレームに入れてね、壁掛けしてみたというね、飾ってみましたという動画でございました。ということでですね、皆さん、さよなら、バイバイ。ちょっとね、本当にね、金具が大丈夫かどうかがマジで心配でございます。はい、大丈夫だと思うけどね。